ヘスディゲルゲス。ヘスディゲルゲス。ヘスディジャージェス。1984年2月20日隊は、エジプト系オランダ人男性キックボクサー。ボスジム所属。2013年3月までは、パンクレーション、同乗着陸所属。第2代1ショータイム世界ヘビー級王者。K1 時代は、ヘスディカラケスと表記されていたが、オランダ語発音では、ヘスディヘルヘス。 英語とアラビア語発音では、ヘスギ・ゲルゲスとなる。配偶者は、デニス・キー・ホルツ。名門道場着陸で、ピーター・アーツやブランコ・シカティック、バダ・ハリラを育てたトム・ハーリックから、私が育てたヘビー級選手の中で、最高の選手になると絶賛されている。2メートルという、恵まれた体格を持ちながらも、距離を取らず、何度打たれても前へ前へ攻めるという着陸伝統の、 ファイトスタイルを特徴とするため、ファイターハートの異名を持ち、これを自身の背中に入れ墨しており、腹部にはノーフィア、恐れ知らずのタトゥーを彫っている。本人は戸魂というニックネームも気に入っている。格闘技を始めるまでは、素行が悪く、ハーリック会長からも、へすぎとバダハリの強さの素地は喧嘩だ。それがキックをやることで何とか収まっている状態だ。 だから油断すると、私生活で今でもひょっこり悪の顔が出る。二人の悪さ加減を比べたら、ヘスデがバダを上回っているよと語るほどだが、現在では、家族や友人との時間を大切にし、趣味は練習というほどに成長している。17歳の時にキックボクシングを始める。2008年2月17日、ムラッド棒辞理に判定負け。2008年10月5日、 ジェレルベネチアンに2から1の判定勝ち。2009年3月21日、VIP ファイトナイトのヘビー級トーナメントで1回戦、準決勝を勝ち上がるが、決勝で着陸ジムの同門であるアンダーソン、ブラドックシルバに日子負けで準優勝。2009年3月28日、K1 ワールド GP2009 イン横浜に、初来日し、 初代 K1 世界スーパーヘビー級王者のセミーシュルトとの対戦が試合前日に急遽決定。一週間前に1日3試合を戦ったばかりで、決勝では TK を負けを喫し、さらに試合前日に来日という最悪な体調の中、試合ではダウンを奪われ判定負けしたものの、テレビ解説を務めていたマサトから、ヘスギは負けたけど、強いですね。今回みたいな。 急な参戦でなければもっと強いと称賛され、序盤から打たれ続けても前に出る、着陸ジム伝統のファットスタイルも高く評価された。2009年10月17日、オランダで開催された、グローリー11で、ルスランから F と対戦し、判定勝ちで、ワフカ K1 ルール世界スーパーヘビー級王座を獲得。同年の K1 ワールド GP でベスト8に残っている。 カラエフから勝利を収めたことで評価が高まった。2010年1月9日、ポールスローウィンスキーに3から0の判定勝ち。2010年3月13日、イッツショウタイム、ミラノ大会で、ブリースギドンに判定負け。2010年5月29日、元ドーのイッツショウタイム世界ヘビー級王者バダ、ハリに挑戦。アルにカラケスが点灯したところに、 ハリからキックを受け反則勝ちとなり、王座を獲得した。2010年9月12日、イッツショータイムにてノンタイトル戦で、ルステミクレシュニックにローキックでニアーコ勝ち。前戦から約3週間後の2010年10月2日、K1 ワールド GP2010 インソルファイナル16に、推薦枠として出場。前年度 K1WGP 王者、セミーシュルトと戦い。 ローキックでシュルトの足を紫色に腫れ上がらせるなどして前線するも1から2の判定負けを喫した。しかし、1ラウンド終了時にシュルトのセコンドが、リングドクターとレフェリーの許可を得ずに、シルトの負傷した右すねにテーピングを巻いたことが、K1 ルールに違反しており、このテーピングがなければシュルトは試合を続行できずに、TKO 負けになっていた可能性があり、また、 ドクターとレフェリーの許可なくテーピングをしたことに対するシュルトへの減点が行われなかったと指摘され、さらに 2R 終了時のジャッジの採点はカズトがドロー、カズトが1ポイント差でシュルトがリードだったが、3R は明らかにヘスディが優勢だったので判定は1から1のドローになるべきなのに不当な判定が下されたシュルトは 反則負けで失格にすべきと抗議文が、イッツショータイム責任者、サイモン・ルッツとブラック・ラベル・ガイティング責任者レモン、ダールダーから提出されたものの、最低に変更はなかった。2010年12月11日、K1 ワールド GP2010 ファイナルで、藤本雄介の引退試合の相手を務め、1R に、右ローキックで KO 勝ちを収めた。 2011年2月16日、試合を約3週間後に控えたこの日に、ベルギー警察がヘスギの自宅に押し入り、ヘスギを連行して、交流取り調べを行い、2月25日に、釈放された。これは2010年4月にヘスギの母親違いの兄弟アシュラフが 125kg の5ン取引関与で、ベルギー警察に逮捕され、アントワープで拘置されており、 クリスマス斜面によって、アシュラフはオランダ返されたが、ベルギー警察は、アシュラフの身辺調査から、有名なキックボクサーである兄弟のヘスディに疑いをかけたためである。しかし、これは、何の証拠もない見込み捜査の段階にもかかわらずヘスディを連行するというベルギー警察の暴挙だった。2011年3月6日、イッツショータイムで、ダニエル・ニタと対戦し、 に R に優勢となり、ダウンを奪って5から0の判定勝ち。試合後、リング上のマイクアピールで警察から不当に拘束されて取り調べを受けたとの辛さと家族と仲間への感謝を語った。2011年5月、試合直前にまたしてもベルギー警察から事情聴取を受けさせられるが、ここでも無罪を証明し、釈放された。 2011年5月21日、イッツショータイムで、クリス・ノーベルスを圧倒してニアーコ勝ち。2011年11月17日、スパーコンバットにて、リコ・バーホーベンに1から2の判定負け。2012年1月28日、イッツショータイム、レイ・ワルデン大会にて、イッツショータイム世界ヘビー級王座の初防衛戦で、ダニエル・ニッタと再戦し、 1R 左フック一撃で失神慶応負けで、王座陥落。2012年6月30日、イッツショータイム 57&58 にて、リコ・バーホーベンと再戦し、1R にダウンを奪われ、その後に反撃するが 2R 終了直前に、右拳を骨折して失速し、判定負け。2012年10月14日、 K-1 Rising 2012ワールド GP ファイナル16にて1回戦でセルゲイ・ラシェンコに得意のローキックを効かせて3から0の判定勝ち。2012年12月22日スパーコンバットにてカーター・ウィリアムスに3アーコ勝ち。2013年3月15日 K-1 ワールドグランドプリー2012ファイナル8にて準々決勝でイスマイル・ロントと対戦し 3R にパンチを浴びて鼻を骨折し、TKO 負け。その後、長年にわたって所属していた、同乗着力を円満離脱し、ボスジムに移籍。2013年6月14日、ファイナルファイトチャンピオンシップ6にて、パベルズラフリオフに判定勝ち。2013年10月12日、グローリ初参戦となった、グローリ11シカゴにて、エロールジマーマンに3アーコ負け。 2013年12月21日、グローリー13東京にて、エベルトンペイシェーラにローキックと膝蹴りを効かせて3から、例の判定勝ち。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。